また新しいクローンブックが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。レノボの 500E Gen3 です。こちらのクローンブックはですね、先日、えー、レノボのね、アウトレットで結構安くなってますよということで、レノボのアイデアパッド370を紹介しました。まあそれと一緒にですね、 紹介した 500E というね、まあ文章モデルなんですけれども、私はですね、かなり文教モデルを持ってるんですけども、この 500E っていうのは初めてなんですね。で、価格が24,200円だったかな。割と、まあ性能的に見ても、まあいいかなということで、まあ皆さんはおそらくアイディアパッドで言うと370を買ったと思うんですけど、あれはもう売り切れてましたね。 えー、私は逆にね、こっちの文京モデルの方を買いました。ただ、こちらの文京モデルは私が今動画を撮影している段階でまだ販売をしていましたので、まあ、ぶっちゃけやっぱりね、文京モデルなんで人気はないのかなという感じです。まあ、ただね、これ、セレロンの N の4500を搭載して、24200円って、まあ、そんなに悪くないんじゃないかなと思います。まあ、あくまでもね、新装整備品ということで、 まあ、いわゆるリファービッシュ的な、まあ、レノボが直販してるんで、まあ、そこはメーカーの保証が1年ありますけれども、まあ、新品ではない新古品みたいなものになっています。まあ、実際ですね、この箱を見ると、開けた跡がありますね。開けた跡があるけど、その上にまたレノボがこの封印シールを貼ってるという感じです。で皆さんはレノボのアイデアパッドデュエット370の方が多分気になってたと思うんですけども、その動画のコメントに、このアウトレットは、まあやっぱり、 なんか新品じゃなくて、なんかこう、付属品がね、付いてないものがありましたっていうようなコメントを何件か、2、3件いただきましたかね。だからレロボのアイデパッドデート370も、まあ、なんかペンケースが付いてなかったりとか、ペンがなかったりとか、あるいは説明書がないとかね、あとペンの電池がないとかっていうコメントもありましたかね。まあ、だからやっぱり、あの、新品でないのは間違いないのかなと思います。まあ、ただ、アウトレット でね新品ではないというのは分かりますけど付属品がないなら付属品がないって書かないとちょっとレロボさんもまずいかなっていう気がしますよね。まあ傷ありっていうのはね書いてありましたけどもペンケース入ってないとかペンが入ってないっていうのはちょっと話が違うんじゃないかなと思うんですけどねまあ、だからそういう付属品があるものについてはちょっと注意が必要ですね。 まあ、例えばこういう普通のね、ノートパソコンとかだったら、まあ、最悪付属品って、その充電器だけだと思うんですけど、ただ充電器は今タイプ C で充電できるんで、まあ、そんなに実害はないと思うんですけど、逆にそういうね、オプションのペンとかがあるものは気をつけた方がいいのかもしれません。それではね、早速開けていきたいと思います。それではね、箱開けてみました。まず箱が、 たぶん本来の新品の箱ではないのかなと思います。なんかアウトレット用の、汎用の箱じゃないかなと思います。箱にね、レロボのロゴとか一切ありませんでしたので、まあこれおそらくアウトレット用のね、やっぱ箱ですよね。まあいろんなサイズが入れられるみたいな箱じゃないかなと思います。でやっぱりこれもなんか、このね、段ボールになんかフィルムで貼り付けてあるような感じなんで、お、ま、そ、あ、らくやっぱり新品ではないと思います。再梱包したという感じですね。 以前に私が Windows のなんとか330っていうね、デタッチャブル式のレロもの、それアウトレットで買ったんですよね。あれも確かこんなような感じだったんで、まあ基本アウトレットってやっぱこういう感じなのかなと思いますで。付属品はですね、一応充電器はついてます。これタイプ C ですね。一応パッと見た感じ、使用感はやっぱりないですね。えー、すごくくたびれてるとか、そういう感じはないですね。ただ、 やっぱり新品ではない感じもしますね。なんかこの辺の、これもね、こう結び直したっていうか、まとめ直した感じがあるので、一回は、まあ、開墾したのかなという感じです。で、中は小指に入っていて、一応ね、製品保証シールということで、ここにも一応、開封シールがありますね。だから一応、保証はちゃんとあるということですね。それでは早速ですね、本体の方、見ていきたいと思います。えっ、ー、と、これは、あれですね、ネロモの 300E。 ジェン3でしたっけちょっと世代は、ジェン3ですね。えっ、ー、と、ソフトバンクで販売をしている、えー、セルラーモデルなんかもあるね。あれとそっくりですね。私はあの、レロボの 300E、ジェン3って4台持ってるんですよ。<laughs> おい、なんでって感じなんですけど、実は4台持っていて、全くそっくりですね。あのー、全くそっくりというか、多分横に流れるは若干違うかもしれませんが、すごく似ていますね。ここがこう、三陰石みたいな感じになっていて、 まあこの天板もそっくりということでだから 500E って何が違うのって感じまあもちろん CPU がね違うんですけれどもまあなんか一応上位モデル的なあれかなと思うんですがどこが違うのかただペンがねこれついてましたねだからペン付きで24200円だと割と悪くないかなと思いますで実際これ新古品ということなんですが使用感はほぼありませんで外見の傷もなかったです非常に状態はいいです ただですね、これ裏のゴム足をですね、よーく見ると、ちょっと擦れてました。ということはやっぱりちょっと使った形跡があるということで、まあ、やはり新古品ですね。使用感の非常に少ない新古品といった感じです。それではインターフェース関係見ていきましょうか。えっ、ー、と、一応こちら、タイプ C ですね。で、タイプ A の35のオーディオジャックに、マイクロ SD カードスロットですね。で、内蔵ペンがついてます。 で,逆サ,イドです、ね、逆サイドは電源ボタン、ボリュームボタンですねタイプ A にあ HDMI ついてますねあとケンジントンロックということで逆に言うとこちら側にタイプ C がないのかうーん HDMI いらないからこちら側にタイプ C 欲しかったですねということなんで片側からしか充電ができないタイプですちょっと残念。 ということで、とりあえずね、持っているレノボの300 e ジェン3ですね。4台持ってるって話だったんですが、これ4台あるんですけど、さて、どれが500位、e、ですかって言われてもわからないですよね。まあ実際これなんですけども、もう見た目全く一緒と言っていいですね。 だからこれって CPU 違いなのかな単純に 500E って言っても。ただ 500E っておそらくペンなしのモデルってないみたいなんですよね。どうも全てペンがついてるみたいです。で、300E の方はペンなしモデルっていうのが存在しているじゃないですかね。存在してるんですよ。まあその辺の違いなのかななんてちょっと思ったりもしました。だから 500E になれば必ずペンがついてくるっていうことなのかな。まあ一応スペック表はみんなペンがついてたので、 もしかしかたらペンなしモデルっていうのも存在してるかもしれないんでねまあ、ちょっとその辺はしっかり確認してもらいたいんですけどもまあでもね見た目はもう一緒ですもうわからないこれ300位、e、ですうん見慣れた300位、e、じゃあこれは500位、e、今回買ったねもう全く一緒っていう感じですねこんな入っちゃったらだってどれがどれだかわかんないですよねこれがもし一目でこれが500位、e、でこれが300位、e、ですってわかる人がいたらかなりの文教モデルマニアですね 個人的には 500E ね、あんまり売ってないんで、なんかもっと見た目が違ったらよかったなぁなんて思って、あんまり下調べしないで買ったんですけど <laughs>、ちょっとなんかテンション下がっちゃいましたね。まるっきり 300E と同じだったっていうことですね。それではね、早速開けてみたいと思います。で、これはやっぱり新古品なので、開けた時に起動するのか、あるいはちゃんと Chromebook の出荷モードになっていて起動しないのか、ちょっとここは楽しみですよね。 よく中古ショップなんかで買うとやっぱ起動しますよね。出荷モードにして出してない。ただこれはレノボなんで出荷モードにしてるのかなせーの、ボン。開けました。あ、起動しないね。ちゃんとですね、出荷モードになってるみたいですね。起動しません。ちょっと電源を押してみましょう。うん、電源をしても起動しないんで、ちゃんと出荷モードにはなってるみたいですね。さすがメーカーです。 それではね早速端末の方を立ち上げてみましたまずキーボード見ていきましょうかキーボードもいわゆる文献モデルのレドモのキーボードですね14インチとかだとなんか1本のねキーを切ったりとかしてるものがありますけどこれはどっちかというと右に寄せてきたっていう感じですねだから右側のバックスペースとかエンターキーがちょっと小さいっていうかね細くなっちゃってるという感じですまあでもこれもですねまあ 一般的なキーボードといえば一般的なまキーボードなのかなと思います。大体、文京モデルはこんな感じでしょう。でこれ、アウトカメラですね。もちろんフリップ型ですので、タブレット状態になった時のアウトカメラがここについています。ブラックパッドもこんな感じですね。この辺も含めて本当に 300E とも一緒ですね。それではね、新小品なのでバッテリーとかの状態も気になる方がいるかもしれません。ただ、これは端末によるということだと思います。一応、私の例で言うと、 バッテリーは100%ですね。特に劣化してないということです。ただサイクル数は3回になっています。で、性能の方はですね、これは CPU はセレロンの N の4500を搭載しています。見た目は同じの 300E については AMD のね 3015C という CPU を搭載していますので、まあ、おそらくこの CPU が違うっていうところが、この 300E と 500E の違いなのかなという感じはします。で、メモリーは 4GB です。 それではクロームブックで気になる更新期限です。えー、2031年の6月までということです。で実際にこの端末はですね、2021年,だったかな21年と22年にかけておそらく販売をされている端末だと思いますので、まあだいたいやっぱり10年ということです。 まあおそらくこの次は N100 が出るんでしょうねこの分教モデルもねまあ、もう出てるのかもしれませんけれども、まあ、一応ね、えー、数年前の端末になります、まあ、ただその期間的にはね2031年まで使えるということであれば全く問題ないと思いますそれではディスプレイ見ていきましょうかディスプレイは11.6インチの解像度は HD ですで光沢ディスプレイですねただ私は、えー、もう非光沢のフィルムを貼っていますので少し発色は変わってると思いますまあそうですねちょっと とフィルムの線もあるか白くなってはいますが、まあ、文教モデルの光沢ディスプレイとしては一般的な品質かなと思います。まあ、やはりですね、非光沢ですと TN 液晶みたいなものも結構ありますので、でタッチに対応したものはやっぱあの TN ではないものが多いので、そうなってくると、やっぱりタッチに対応したフリップモデルの方がディスプレイは文教モデルいいかなと思います。で、このとこの弾股ね、もちろんフリップ型ですので、まあ、その辺は安心ですね。 上からら見てもそんななに色目が変わいいですねはい、これがやっぱり t n だと真っ白になっちゃうんですけども、まあ、なのでまあ価格へ言えば十分かなと思いますで解像度は HD ですけども、えー、1366×768 でネイティブでデフォルトで設定されています一応もう一段階ね縮小できますねまあ、これでも特に問題なく使えるサイズかなと思いますちょっと と小さくなりましたけど、まあ使えるんじゃないかな。で、ベゼルの方はですね、分教モデルらしくがっつりと残っています。これやっぱりね、見る企画にも対応していますので、まあ耐久性重視なんですけど、やっぱ極までディスプレイは来ていないという感じですね。それではですね、オクタンベンチマークやってみました。スコアの方は2万9000点ということで、まあこれは N の4500らしいスコアですかね。昔はね、2万7000点ぐらいしか出なかったんですけど、 まあバージョンアップすることによって少しパフォーマンスが上がったのか全体的にね、えー、Chromebook ってあのパフォーマンスが上がって数字上がってると思うんですよ。まあなので現状はまあ3万点近く出るということなので、やっぱりスナドラ 7C とか、レノボ 300E に搭載されているね、え、AMD の 3015C とか、そういったものよりはスコア上ですね。まあ当然 N の4020とかよりも上なので、まあミドルレンジクラスとまではいかないまでも、 えーまあローエンドの中では比較的上の方3万点に近いということなんでまあこの端末の魅力はそこですかね2万4000何ぼでですね一応フリップ型タッチに対応してオクタンベンチマークのスコア2万9000点出るというところで総合的にね価格考えればそんなに悪くないと思います続いてスピードメーターですねこちらもブラウザのベンチマークになりますけど87.3ということで まあブラウザでですねそんなにこうたくさんのアプリやね、えー、タブを開かないで使うんであれば十分ね使えると思いますそれではこちらもですねいつもやっています WebGL のベンチマークですえっ、ー、と魚5000匹で60フレーム出ればいいですよっていうことなんですがえっ、ー、と今500匹でまあ60フレームは出ていますねじゃあ魚5000匹にしてみましょううーんなんかだいぶ動いてますねまあ40 後半から50ぐらいはでも出てますかね。まあ40代ですね。30代には行ってないけど、でもかなりムラがある感じです。それでは一応1万5000匹にしてみましょうか。1万5000匹にすると23ぐらいですね。まあさすがにちょっと下がってしまったかな。それでは3万匹。ああ、やっぱきついですね。3万匹にするとカクカクしますけど、フレームレート13ということなので、まあやっぱりちょっと性能的にはローエンドよりかなというところです。 それではこちらもね、いつもやっています Google Earth ですね、えー。これでじゃあ東京駅を検索してみましょう。ちょっとカクカクしながらも、はい、表示されました。動きを見てみましょうか。はい、特に問題はないですね。当然ね、タッチに対応しております。ピンチンピンチアウトも問題ありません。それでは 3D 表示にしてみましょう。ちょっとカクついたけど、 はい、読み込み入りますね。まあ、こんな感じですね。うん。まあ N100 よりはさすがに遅いね。やっぱりね。まあ、ちょっとやっぱ待つかなっていう感じです。でも止まったりはしてないですね。待ってればじわっと 3D 表示ですね。はい。出てくる感じです。はい。そうですね。だからやっぱりちょっと重たい作業になるとね。 まあ待つかなともっさりするかなっていうところありますけどただ激重っていう感じでもないのでまあ割り切って使う端末としては十分許容範囲だと思いますそれではこの端末はタッチにも対応していますし内蔵ペンにも対応していますで 300E にも内蔵ペン付きモデルというものが存在していて同じ赤いペンがねついていますこれは単純に爪でこう引き出すタイプですねで軸がですねちょっと細くて丸い本当になんでしょうね 手帳とかにねおまけでついてるペンみたいな感じですねまあだからすぐに取り出せて使えるというメリットはありますもちろんこの中に入れることによって充電もされるんですがただ書きやすいペンではありませんのでがっつり書く方は別売りのねもう少し書きやすいペンを購入された方がいいと思いますまあ、ただいつでもどこでもさらにしまうところがちゃんとあるというのは非常に便利です まあただですねいつでもどこでも使えるしちゃんとねえ収納するところがあって充電もされるというねそういってとにかくパッと出して使えるっていうところにはメリットはあると思いますこの端末はですねフリップ型ですのでまあこういうペンを使ったりするときにはやっぱりノートパソコン状態よりもタブレット状態とかテント型にした方が使いやすいですねでこれは他の分教モデルと一緒なんですけど周りはですねちょっとゴムっぽい 素材になっていて、えー、こう立てたときにね、滑りづらい。さらにこうクッション、クッションになると言いますかね。まあ衝撃にも強いので、そういった襲撃をね、吸収するような感じになってます。これは他社も含めてだいたい似たような仕様ですね。それではフリップしてみましょうか。こういう感じですね。こういう感じで、まあタブレットのようにもなります。そうするとタブレット UI にね、切り替わります。まあ、ただこれはいつも言ってますけれど、タブレット タのような形状にはなるんですけどタブレットのようには使えませんというのはめちゃくちゃ重たいんですね。これは 1.3kg あります。ちなみに300位も 1.3kg あるので、まあ、重量も含めて本当に一緒という感じなんですがこれをタブレットのように片手で持ってねこうやったりするのは今はできますけどとにかく 1.3kg なのですぐ痛くなっちゃうんで基本的にはどっかに置いて使う立てかけて使うという感じになると思います。だから形状はタブレットにはなるけどタブレットのような取り回しでは使えません。 だから実際リアルに使うってことになるとやっぱ自立できるこのテント型。まあこれが一番タブレット状態な感じでまあ手にも負担がないということでこの使い方が一番いいと思いますね。それではちょっとペンを使って書いてみましょうか。娘のスマホということでやっぱりちょっとペン軸が細すぎて えー、書きづらいですねまやっぱりメモ用の、ねまあ、ちょっとこうパッと取り出してささっとメモするぐらいにはいいですけどもがっつり使うにはちょっと書きづらいかなという感じです。それでは次はウェブカメラと内蔵マイクのテストしてみたいと思います。今実際に撮影をしていますけれどもそうですね、えー、比較的明るくはっきりと映っているのでパッと見は綺麗に今映像越しには見えていますね。で顔も結構 こう、明るいですね。で、ここに照明があるのでいつも言ってますけど、ちょっと逆光気味なんですね。はい、でも手のひらも含めて結構明るく写ってませんか？だから、これはちゃんと調整が入っているのではないかなと思います。それではこの照明もっと入れてみましょうか。照明がっつり入れましたね。さすがに。 ちょっと暗くなりましたね。やっぱりさすがにちょっと暗くなりましたけど、要はここをね、あんまり白飛びさせないような感じで暗くしたんだと思いますが、ただバランス的にはそんなに悪くないので、うまく調整している感じはありますね。まあ、だから、文教モデルのウェブカメラとしては十分な性能ではないかなと思います。まあ、あとはマイクですね。音声の入り方、どうでしょうか。ということで、今日はですね、先日紹介しました、レノボのアウトレット で販売をしていたレノボの 500E クロムック GEN3 ですね。まあ、こちら2 4200円ということでセレロンの L4500 を搭載していてかつ内蔵ペンにも対応しているということを考えると、まあ、価格はそんなに悪くないかなと思います。 ただ注意点はここにはありませんけれども、一応、傷ありの新装整備品ということになっていましたし、まあ、実際に私が購入した端末についても使用感はほぼありませんが、一応開封した形跡はありましたので、まあ、完全なる新品ではありませんので、ご注意ください。えただ、税込み送料無料2万4200円だったら、個人的には安いと思います。で、謎なのがね、前も言いましたけど、3万800円っていうのが、同じデノモのをお役位、クロモク、ジェンスリーで売ってるんですよね。 で、スペック見たんですけど、ちょっと正直違いが分からなかったんですけどね。同じ N の4500で全くここは一緒なので、まあ何の違いがあるのかなと思いますけど、まあ多分安い方,買った方が今はいいんじゃないかなと思います。これがなくなったらこっちになるのかなっていう感じなんで、まあ実際、あの実機を見てね、比較することもできませんので、この価格差っていうのをまあ傷があるとかないとかっていうのはあるのかもしれませんが、ちょっとこれは分かりませんけど、ただ3800円だとちょっと高く感じるんでね、やっぱり買うんだったら多少傷があって、 にしてもですすね24,200円でで安いいいいい買った方がいいんじゃないかなかと思いますで私のチャンネルではよくですね最近 amazon で1万9 3 0 0円で売っているレノボの1 0 0位ってやつをね紹介していますまあ、あれ結構ですね amazon で売れてるみたいで私のね動画でも結構人気があるんですけれどもやっぱり安いっていうことですよね1万9 3 0 0円ってやっぱインパクトがあるんでしょうねまあ、ただあれはまあ完全なる新品なんですが まあ本当に5000円弱出せばこちらが買えるわけですよね。性能的には良くなるし、当然タッチにも対応してるし、ペンにも対応してるしっていうことになると、まあ割とですね、そこ5000円弱だったらこっち買ってもいいんじゃないかなっていう気はしますね。ただこれバッテリーがですね、約12時間なんですね。 であちらは16時間ぐらい持つとかね、やっぱりアーム系なので、えー、バッテリーのね、動時間が長いので、やっぱりそちら側にメリットを感じる方もいるかもしれませんね。持ち歩くのにそんなに性能は関係なくて、どっちかっていうと、バッテリーが持つか持たないか、そっちが重要っていう人もいますので、まあ、使い方次第ですけれども、トータル的に24,200円、セレロンの N の4,500、3万点近いスコアがね、オクタンベンチマークで出るわけですから、えー、割とお買い得だとは思いますので、 まあ安くてですね、そこそこ動くクローンブックを探している方は、まあ、一つの選択肢としてはいいんじゃないかなと思います。ただこれはあくまでもアウトレット品で、えー、在庫は残りわずかとなっていますので、欲しい方はですね、早めにチェックされることをお勧めします。はい、今回は以上です。